お前さ、疲れてんだよ。なあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れているんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そんなこと言われて、俺がはい行きますってうなずくわけがねえだろ。そうか、その通りだよな。何を考えてるんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。とにかく行くぞ。そうか、きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺のすべきことは自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな、今、ここで。ああ、勝負は今、ここで決める。帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。ベルトルト、ライナー。